シーシュポス。シンシュポスは、ギリシア神話に登場する人物である。長母音表記を略して、シシュポス、シジフォス、シシュフォスとも省略される。コリントスの創建者、トローを意味するシーシュポスの岩で知られる。シンシュポスは、テッサリアー・オアイオロスとエナレテーの息子で、兄弟に、サルモーネウス、アタマースなどがいる。プレイデスの一人メロペを妻とし、グラウコス、 オルニティオーン、テルサンドロス、ハルモスを設けた。シンシュポスのこのうちグラウコスはベレロポーンの父である。シンシュポスはエピュラーを創建し、エピュラーは後にコリントスの名で知られるようになった。一説にはメディアがシンシュポスにコリントスを送ったとも言う。また、ヘーラーに狂気を吹き込まれたアタマースに追われたイーノート。 メリケルテイスが海に身を投げた事件を記念して、イストミア大祭を創始した。ゼウスがアイギーナを誘拐した時、シーシュポスは、アイギーナの父親である家臣、アースオーポスに行方を教えたとされる。シーシュポスは、娘を探してコリントスまでやってきたアースオーポスに、コリントスの城、アクロコリントスに、水の枯れない泉を作ってくれたら、アイギーナのことを教えると持ちかけた。 アーソーポスがペーレーネーの泉を飽き出させたので、シーシュポスはゼウスとアイギーナの居所を告げた。この時ゼウスが恐れて岩に姿を変え、アーソーポスをやり過ごしたことはアイアコスの子を参照のこと。ペーレーネーの泉は後にベレロポーンがベーガソスを鳴らした場所として知られる。父のアイオロスが死ぬと、シーシュポスの兄弟であるサルモーネウスがその後を継いで、 テッサリアー王となった。シーシュポスは、このことに腹を立て、デルポイの信託書に伺いを立てた。与えられたお告げは、お前の命と交わって、子供を儲ければ、その子供たちが恨みを晴らしてくれるだろうというのだった。そこで、シーシュポスは、サルモーネウスの娘、テューローを誘惑した。テューローは、やがて、シーシュポスの行為が自分への愛情からではなく、 サルモーネウスへの憎しみからであることに気づき、生まれた二人の子供を自分の手で殺した。ゼウスはシーシュポスをタルタロスに連行するようタナトスに命じた。その理由として、告げ口の恨みがあった、ゼウスの命を受けたのはタナトスではなく、ハーレースだという遺説もある。しかし、シーシュポスは言葉巧みにタナトスが持ってきた手錠の使い方を教えてくれと頼み、 これにまんまと引っかかったタナトスが自分の手で実演してみせるといきなり手錠に鍵をかけてしまった。タナトスは死の神であると同時に死の概念そのものであった。そのため彼がシーシュポスの家から出られなくなると首を切られた者も八つ咲きに処された者も誰も死ぬことができなくなった。このことで一番困ったのはアレースである。自分の権利を侵されそうになったアレースは タナトスを助け出し、シーシュポスを捕らえた。その間、シーシュポスは、妻のメロペーに、決して自分の葬式を出してはならないと、言い含めておいた。メーフに連れて来られたシーシュポスは、ペルセポネーに葬式が済んでいないことを訴え、自分を帰り見ない妻に復讐するために三日間だけ、生き返らせてくれと頼んだ。メーフから戻ったシーシュポスは、ペルセポネーとの約束を保護にして、 この世に居座った。やむなく、ヘルメイスがシーシュポスを力ずくで連れ戻した。シーシュポスは神々を二度までも欺いた罰を受けることになった。彼はタルタロスで巨大な岩を山頂まで上げるよう命じられた。この岩はゼウスが姿を変えた時のものと同じ大きさと言われる。シーシュポスが、あと少しで山頂に届くというところまで岩を押し上げると、 岩はその重みでそこまで転がり落ちてしまい、この苦行が永遠に繰り返される。このことから、シーシュポスの岩、A、ザストン・オブ・シーシフォス、シシフィアン・レーバーの子は、日本でのサイノカワラ同様に、果てしない塗料を意味する。この、シーシュポスの岩にいては、タンタロスにも似た話が伝えられている。 シンシュポスの末路を恥じたメロペイは夜空に輝く星の姉妹から離れ自らの姿を隠した。シンシュポスがコリントスにいた頃、その近くにはヘルメイスの息子アウトリコスが住んでいた。彼はシーシュポスの家畜をたびたび盗んでは自分のものにしていた。アウトリコスは父であるヘルメイスから盗んだ家畜の姿を変える力を授かっており、シーシュポスの家畜のうち、 角が生えているものは角をなくし、色の黒いものを白くしたりして、盗みが誰の仕業かわからないようにしていた。シーシュポスは、家畜がたびたび盗まれるのを怪しみ、自分の家畜のひずめの内側に、SS というか白文字を刻み込んでおいた。ある夜、例によってアウトリコスが盗みを働いた。翌朝、シーシュポスは、自分の家畜小屋から道沿いに、 ひずめの跡が続いているのを見て、近くの人々を呼び出して証人にした。そして、アウトリュコスの家畜小屋で家畜のひずめの内側を確認すると、果たして SS の文字があった。アウトリュコスは白とぼけて、証人たちと口論を始める。その間、シーシュポスは、アウトリュコスの娘でラーエルテイスの妻となっていた、アンティクレアと交わった。こうして生まれたのがオデュッセウスである。 オデュッセウスの抜け目のなさは、アウトリュコスとシーシュポスの二人から受け継いだのだと言われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。